塩尻市の市気境は、塩尻市の花である、塩尻市のアルプスが製造したワイン気境ヶ原は、長野県塩尻市の地名。松本盆地の南、塩尻市を流れる奈良江川とその支流、田川に挟まれた一帯が気境ヶ原であり、その広さは東西に3キロメートル、南北に5キロメートルである。 かつては、松本市で川までの広い範囲を気境ヶ原と呼んでいたが、現在は、塩尻市の旧陸により、南の奈良井川第一河岸段宮を指す。奈良井川の扇状地にあり、歴層の上に乗だ岳由来の火山灰が堆積した、標高690メートルから730メートルの大地となっている。水に乏しい土地で、川は一筋もなく、地下水位は低く。 井戸を掘るにしても地表から20メートルから30メートルもの深さを必要とする。さらに火山灰の影響で土壌は酸性を示す。このため古くから濃厚に適さない場所であるとして原野のまま放置されていたが明治時代以降開拓が進められたことでドウなどの果樹やワイン野菜の一大生産地となった。塩尻市のの出荷量は中野市、須坂市に次いで 長野県内で3番目に多い。また、当地には9つのワイナリーがあり、長野県産ワインの8割は、塩尻市で生産されている。塩尻州が地区は、大正時代に入植者が相次いだことで、誕生した新しい集落には、卑郷ヶ原が、集落名として用いられた。現在では、国道十九号や鉄道路線の中央本線、下野井線が整備され、 上水道や都市ガスの普及もあって、塩時駅周辺及び国道沿いは都市化が進んでいる。地名の詳しい由来は不明だが、かつて経典を携えた僧が京都から善光寺に向かっていた時、連れてきた牛が当地で倒れてしまい、帰京を余儀なくされたことから、帰京の名が付けられたとする伝承がある。万葉集の中の歌に、菅野荒野という地名が登場するが、これは、 貴郷ヶ原のことを指しているとする説がある。貴郷ヶ原の地名が登場する文献としては、諏訪大社の権の法利たる矢島氏の矢島文書が最古であり、南北朝時代の1355年に貴郷ヶ原で合戦があったことが記されている。江戸時代、中山道が開通し、塩尻塾、荒井馬宿の領宿場町が繁栄すると、その中間に位置する貴郷ヶ原は、 塩尻神区に、イコカ塩尻カイロカ、あらゆうまいここが、シアンの気境ヶ原と謳われた。気境ヶ原の周辺には、正尾、平室、大門、高伊鶴、野村、吉田、原神殿、ケ石、セ原ゴハラという9つの村があり、気境ヶ原の中でも各村に近い部分を内野、村から遠い県野の中央部分を外野と呼んでいた。当時は入の草刈場として利用され、 中仙道の沿線であったことから、馬の資料を得るには、格好の場所であった。その一方で、密かに、温泉を作る者もいた。1700年、松本藩は、卑郷ヶ原の開拓を命じたが、入会権を持つ村々が、草刈り場が減ってしまうとして反対したため中止となった。1742年になり、天領塩尻陣屋大官。 山本平八郎近行が気郷ヶ原を含む地熊郡、安住群54カ所の開発を計画したが、松本藩及び両軍の農民らによる幕府勘定奉行、上尾春王への直訴の結果、沙汰みとなった。1830年には木曽川を水源とする大規模な水田化計画が持ち上がったが、間もなく立案者の死去によって頓挫してしまった。 豊島力治の悲明治になり、本格的な開拓の先駆けとなったのが田中勘次郎である。彼は、明治2年に、平室村から単身で、気郷が原移住し、手始めに井戸を掘って、水を入れようとしたものの、途中で発生したガスに阻まれ失敗。井戸ではなく、水路によって、平室の泉から水を引こうと考えるも、1 4キロメートルもの、 長大な水路を掘り抜くのは井戸を掘るよりも多大な労力を要することになることが分かり頓挫した。その後、後発の藤原義衛門が井戸を掘り当たることに成功すると、勘次郎もようやく井戸を掘り当て、開墾に着手した。開墾を進める勘次郎に対し、草刈場が減少するとした陣営が訴訟を起こし裁判となったが、開墾は国の方針にのっとったものであるとして、 漢字郎側の少燥に終わっている。明治20年代になると入植者が増加し、開墾はさらに加速した。1890年、里山部村から入植した豊島立基寺は、試しに20種余りのぶどう3000本を植え、これが当地におけるぶどう栽培の始まりとなった。気郷ヶ原が、ぶどうの栽培に適した風土であることが分かってからは、さらに栽培面積を拡大し、 ブドウの他ももなし、大なし、リンゴの栽培も始めた。1897年にワイン工場を建設し、1903年には融資を集めて会社を設立したものの、1907年の強行で会社は解散、立記事本人はブドウ事業から撤退を余儀なくされてしまうが、すでにブドウ栽培は多くの農家によって、気境が原で広く営まれるようになっていた。 1908年、諏訪地域から入植した小泉八百像は、コンコードの栽培を開始。合わせて、どう栽培法として、山梨県で用いられていた棚作りを導入した。この方法は、従来の物ュ法よりも有利であるとして、気郷ヶ原全体へ広まった。1911年に、平野村から入植して、果樹栽培を始めた、林51は、 1918年から本格的にワインの醸造を開始。その後は、コンコードの消費拡大を目的に、コトブキヤなどの工場を誘致するなど、精力的に活動し、彼の名はワインの銘柄である、51ワインとして残っている。1902年には未だ開拓の手が及んでいない、気境が原北部を切り開いて、鉄道路線が敷設され、下ノ井線が開通し、 塩地駅が開業する。1906年には、諏訪から宮部宗太郎が入植し、養蚕業を広めたことで桑畑が一時急増したが、1920年の不況で衰退し、より有利なブドウ栽培へと転換していった。大正時代には、果樹以外にも、キャベツやトマトといった野菜も栽培されるようになり、特にキャベツは貨物列車で、長野県外にも出荷されたほか、大根は、 たく付けにして、関東地方や関西地方へと出荷されていた。北原なた蔵は入植後に、果樹、野菜の他家畜の飼育も手掛け、多数飼育していたヤギの父を毎朝さ、都市化が進む塩尻駅周辺昭和になると、肥料の質が向上し、それに伴って栽培するブドウの品質も高まった。主に、コンコードデラウェアナイアガラが栽培され、 作付け面積は100兆部を超えるまでになった。大小10カ所余りのワイン工場が創業し、当地で生産するコンコードのほとんどが当地内で醸造されるようになった。しかし、1941年の太平洋、戦争勃発後は果樹園の3分の1が雑穀畑に変わり、生殖用のブドウは販売が禁止され、ブドウはすべて主席酸加工に回された。戦後になり、 物資が流通し始めるにつれて、果樹栽培への回帰が進み、1955年頃には、戦前の状態へと回復、コンコード生産量日本一、ドウ全体でも日本四位となった。また、松本、諏訪地域が新産業都市に指定されると、交通網や上水道の整備とともに都市化が進行。果樹園は観光地として、 秋の収穫期になると、長野県内外から観光客を集めている。稲荷信仰の県族である狐気境ヶ原には、人が狐に化かされる民話が伝えられている。気境ヶ原に住む現場の進むと呼ばれる狐を筆頭に、仲間の狐で琴吹村の赤城山に住む新左門、山形村の横手が先に住むお夏、さらに古分で田川橋に住む与三郎、 石灰山の沢尻に住むサエン島、多くの狐たちを従えて大々的にいたずらを働いていたという。演尻調子には、現場の進むにまつわる民話がいくつか紹介されているので、ようやくして以下に記す。夏の暑い日に、庄屋の男が赤座の下でじっとしている。通りがかった者が何をしているのかと尋ねると、 大雨が降ってきたのでこの体重で雨宿りをしているのだと答えたという。村で評判の美人が道の真ん中に座って馬の糞を食べている。通りがかった者が何をしているのかと尋ねるといただいたおはぎを食べているのだと答えた。どうやらまだ自分の家の中にいるものと思わされているらしい。狐たちが嫁入りの一行を奇境ヶ原で迷子にさせておき自分たちが嫁入り。 一向になりすまして、相手宅に上がり込んで宴会をしたという話。宴会中に、本物の花嫁が現れると、狐たちは尻尾を出して逃げていったという。狐たちが、大名行列に、化け、街道を往来したという話。街道の、各宿場では急に現れた、大名行列に驚き、慌てて、出迎えの準備をするのだが、実は狐たちによるいたずらであった。 その後、宿場の人々は、大名行列が来ても狐たちの仕業だと無視していたが、実は、本物の大名行列で、ひどく叱責を受けたという。このため、狐たちを捕らえようと逃げ川塾では、ネズミの天ぷらを細口の壺の中に入れて待ち伏せすることにした。大名行列に化けた狐たちが通ると、天ぷらの匂いを嗅ぎつけた現場の進むが行列を抜け出し、 壺の中へと誘い込まれる。壺の中でネズミの天ぷらをいただくと、膨れた腹が使えて、外に出られなくなってしまい、あえなく宿場の若者たちによって退治されてしまった。狐たちが鉄道の運行を邪魔した話。何もない場所に停車場を作り出したり、反対側から列車が来るように見せかけたりして、列車の運行を妨害した。これは以前、 狐の仲間が走行中の列車に引かれたことを恨んでのいたずらであった。演尻調子では、現場の進むは、三重川宿で罠にかかって殺されたことになっており、鉄道の妨害は、現場の進むなき後、残った狐たちの仕業として紹介されている。演尻調子で、現場の進むにまつわる恋物語があることが、触れられているが、内容については省略されており、 詳細は不明。塩尻市子では、こうした狐に化かされるといった伝承が生まれた背景として、街道を歩く人が里を離れて、帰郷ヶ原の原野を通る際に、不安に襲われることが元になっているのではないかと、している。現場の進むは、稲荷神として、郷原諏訪稲荷神社、現場稲荷神社、気境ヶ原神社といった気境ヶ原各地の神社に、祀られている。 このうち、塩尻市旧利金の現場稲荷神社は、戦国時代に武田氏家臣として、気郷が原一円を治療した村上現場城貞行を祭人とする。このほか、松本歯科大学の校内にも稲荷神が祀られているが、これはかつて稲荷神社があった場所に校舎が建てられて、以降、周辺で交通事故が多発するようになったために、 駅教の専門家の勧めで建てられたものである。1975年頃からは、現場の進むにまつわる塩尻市民の祭りとして、塩尻現場祭りが毎年7月に開催されるようになった。なお、塩尻市には公式マスコットはないが、市内イベントに登場する NPO 法人制作のゆるキャラゲンスケは、現場の進むの子孫という設定。同じく市内イベントに登場する、 模型メーカー制作の現場さらも現場の進むの娘という設定であり、現場の進むと日本アルプスサラダ街道からその名を取っている。ありがとうございます。